古屋からアニメを。そんな悲願のもと立ち上がったのがアニメをこよなく愛するラジオ DJ ヨーヨー陽介、 CG 制作会社サブリメーションの小石川敦、K&K デザインの川上博士の3人。2019年度の完成を目指し、名古屋を拠点に初めて本格的なアニメ制作が始まる。そんなアニメの制作風景を裏側まで全て見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。前回までの名古屋にでは豊田市小原町にある四季桜をロケハン。桜の前景や桜が咲く山に登ってアニメで使えるポイントを探しました。そして今回はさあちょっと場所を移動しまして、はいね、はい、まあ、ありますよ、こうでしょ、来ましたね、はい、同時三観音寺、はいはい、あ、二王門って書いてある、うん、ここにね、二王像があるっていうのが、はいはい、結構古くからあるっていう風に書いてあったんで、なんか、二王像ちょっとちょっと見てみないと分かんない、もう行きましょう、はい、行きましょう行きましょう、はい、相当古くからもう見えてるやつでしょ、これ、そう、見えてるやつ。今回は川上さんが事前に調べた小原町の名所へ行き、名護アニの参考にしていきます。まずやってきたのはこちらの同時三観音寺。あ、でも結構綺麗じゃん。あ、すごい、このまっすぐの参道、これいいっすね、ちょっと撮りましょう、これいいっすね、ほら、よかったじゃん、結果オーライか、ほら結果オーライじゃないか、やるな俺。え、上何やこれ、うわ、かなり睨まれてますよ。書いてないよ、これ。超絶ガン飛ばされてますよ。当お寺は1004年前にこの地に建てられたと伝えられていると。はい、でもこの仁王像は寛政7年1795年に建立されたこのお寺の三門に安置されました。ここ動画で中入りながら撮る。海抜360メートルの山頂に西暦820年建立、小原地区で一番古いお寺である。この地区の一番古いお寺だそうですよ。あ、そうなんだ、やっぱりすごい農家がある。ちなみにこういう例えば本殿とかってやっぱ360度全部作るんですか。作るときは作りますね、これぐるっと、うん、すげえ。360度作らないときもあるんですか。作らないときも全然あります、うん、それは。それは例えばあのドラマのああいうセットみたいな形で、後ろ見ると何もない。ない。あ、じゃあ本当セットみたいな感じです。別にそれは手抜きとは言わないですよね。いや、手抜きじゃないです。撮るとこがもう決まってるんで、うん、もうそこだけしかいらないっていう。あ、はい。和尚さんがいない無人のお寺で一通り写真や動画を撮って調査は終了。果たして名護アニで使えそうなポイントはあったのか。はい、というわけで、はい、同時三観音寺、はい、川上さんのおすすめで、はい、来ましたけど、はいはい、なんか使えそうですか。一番盛り上がったのは入る前ですかね。でも皆さんここのね、はい、絶対的なところは、いや、すごく綺麗なんで、うんうん、この入る時は気持ちいいですよね、うんうん、ただまだあのストーリーにどう使うっていう想定をしてないまま、はい、今日来ちゃってるんで、ね、はい、だから逆に言うとポンとこう場所だけ渡されてもどう組み込んでいけるのっていうところ今から考えなきゃいけないし、あと歴史のあるところなんで、その歴史をもう少しちゃんと勉強しないとただ出しただけになっちゃっても意味がないんで、ここはもうやっぱりあのお題というか宿題みたいな感じになっちゃうんですよね。まあアイキャッチ的にはいろいろありましたよね。はい、で気になる仁王像とか物語に絡められそうだなっていうところは実際あるんですけども、まあ、この後ろに何があるかってことですね。そうです、うん、バックグラウンド、はい、うん、チグハグな形で使っちゃってもあんま良くないんで、まあ、意味ないですもんね、まあ、本当はここの人に聞きたかったんですけどね。そうだね、まさかの無人ってこんな立派なのに、まさかこんなに綺麗なのに無人ってすごいですよね、でも逆にやっぱ このね、あの美しさというか、うん、綺麗さはまあ、神秘的なというか ね、ちゃんと神様祀ってる的な空気があるので、はい、
四季桜でさらにここがねってなってたら、うん、ここでいろいろ舞台としてね活用しようかなみたいなのはあるんですけども、個人的なデザインのああいうねところどころが気になるんですけど、狛犬なのかどうなのか分かんないけど、ああバクじゃないですか、バクかバクだな、それっぽいですね、すごいなと思って、うん、ただねポイントで言われてもねストーリー作らなきゃいけないですからねそうなんです、ということで、はい、了解です、あゆめさん、はい、以上ですか、はい、以上じゃないです、ちょっと相当魅力的だったら行きますよ、はい、ああ大丈夫ですか、大丈夫大丈夫だと思う、本当、まあ、前もった情報としてなんかこう一言で言うと、うん、一言で言うと一言、うん、ちゃんとしないとやられちゃうなるほど危ない本当危ない、歴史上危なかった俺、うん、ここで多分ここの歴史上で一番危ないやつだと思う、気抜いてたらやられちゃう気合入れていかないと、そんなとこ行くんですかこれから僕戻っていいですか逆に、ね、戻る気になっちゃった不安になるわ、じゃあとりあえず行きますか、はい、はい、お願いします、ということで次回をお楽しみに。